後崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、今回はですね、はい、巷で話題のバズった、はい、このニュース、はい、取り上げていきましょうということで、まあ、最近話題になってるのが、はい、阪神がね、うん、いっぱい負けてるのに、はい、ベンチで中断中ヘラヘラしてんじゃねえよみたいなね、はい、とかがニュースでありましたけど、はい、この問題について話しちゃおう。おー、どうなの、里崎さん的にはどう思いますか。矢野監督がまあちょっと笑顔を見せてたんですよね、うん、中断中に話題になったのは、うん、それについてなかなかヘラヘラするなっておっしゃる方もいましたけど、うん、まあね、いろいろ人の見方と考え方はあるけども、はい、うん、別に誰を否定するとかじゃないけど、はい、俺はね、うん、別にいいんじゃないのっていう、うん、いやだってよ、逆の場合よ、うん、じゃあもう30分中断してんのに、はい、うん、超神妙にこうやって下向いてこうやってみたいな感じだったら、はい、お世話みたいだとか言われるわけでしょ。そうですね、確かに言われそうです、ね、吐きがねえとか、はい、何暗くしてんの、もっと軽くしなきゃって言われるわけでしょ、はい、うん、でしかもよ、そんなずっと暗くしてたらもっと暗くなんじゃん。全部こうずーっと沈んできそうですよね。もう、うん、その明るくいかなきゃね、うん、でしかも選手とかもヘラヘラしてるっていう人いるけど、はい、チーム負けてても好調な選手いるからね、それ嬉しいじゃんね。そうですね、チームは勝ってないだけで、うん、選手としては好調な選手もいるし、はい、調子いい結果も出てる選手はニコニコしていいじゃんね、うん、はい、しかもそんな30分ずーっと神妙に見たことないよ逆に。勢ぞろいして、こんな始まってたら神妙にこうやってやって、うん、とか見たことない。そうですね、うん、あれはどうですか、佐藤選手とか、うんうん、まあ、阪神なかなか勝ちないですけど、うん、ホームラン打ったら選手とかやるじゃないですか、メダルかけたりとか、ああいうなんかパフォーマンス的な、いいんじゃないのっていう。俺はね、あの調子がいい時やる方が反対なの。え、どういうことですか。調子がいい時だけパフォーマンスするみたいな。あ、だけやるやる。で、調子が悪いとやんないけど、調子がいい時しかやんない方が反対なの。やるんだったら調子が良かろうが悪かろうが全部しっかりやる、はい、で、やらないんだったらもう全部やめればいいやんっていう派だから、別にそれはチームを鼓舞するのもあるし、うん、自分を鼓舞するのもあるし、うん、プロとしてのエンタメっていうのもあるし、うん、そういうのでなんか活気づくかも分かんないから、うん、そういうのは俺はチームの調子が良かろうと悪かろうと、自分の調子が良かろうと悪かろうと、うん、そういうのがなった時には俺はもう絶対やった方がいい。だってやってんだからっていう、はい、逆にね。でしかもそれをよ、うん、やっそーとかよ、どすこーいとかよ、うん、お客さんも嬉しいわけじゃん。そうなんですよ。そう、10対0で負けてても、うん、打ってやっそーって一緒にやるのが嬉しかったりするわけじゃんね、はい、だからそういうのもエンターテインメントとしてプロとして勝つことも大事だけど、見せるっていうことを考えた時に、俺はそれでファンの人が喜ぶんだったら、うん、いいんじゃないのっていうね、うん、私もファン目線として見てると、まあ、すごい大敗してる状況でもホームラン出たら、あ、このパフォーマンス来るかな来るかなってやっぱ構えちゃうんですよ、うんうん、でしない方が、うん、なんでしないのってやっぱなっちゃいますよね、うん、でその方がファンの人のテンションが下がるじゃん、はい、え、負けてたらしないのみたいな。確かになんかチームがもし状況悪くても、うん、そのファンも一緒にズドーンってこうなんか下がっていっちゃいそうなね。やっぱあれを楽しみに見てるところもあるので、うん、しかもそうなってくると、うん、やるときとやらないときの差が分かんないじゃんね。そうですね、うん、どこからやっていいのかなみたいな、どこが、あ、今やるパターンなんだみたいな。チーム5分になったらやっていいかなみたいなそうそう、だからやめるとやり出すときが難しいんだよ、はい、うん、だから俺はそういうの関係なしに、どんちに転んでもやってるんだったら俺はずっとやった方がいいし、まあでもね、それはめっちゃ真剣に応援してて負けてて苛立ってる人から見たらね、お前エラエラしてんじゃねえよみたいなね、思う人の気持ちもわかるから、まあそれは気持ちとしては汲むけども、でもやりだしたパフォーマンスっていうのは、それは良かろうと悪かろうと、そういう演出の一つとして俺はやり続けた方がいいと思うし、そのベンチとかだからもうあるのよ。俺だってもう夏とかマリンとか花火上がるじゃん、負けてる時見たいけど見にくいのよ。ああ花火こう楽しんでんじゃねえよって思われちゃうから、負けてんのに花火のんきに見てんじゃねえよみたいなね。だから神戸ホットモットとかは、はい、花火が三塁側のレフトスタンドと三塁側のスタンドの間ぐらいのところに上がるのよ。だから一塁側からはそのまま見えんだけど、はい、うん、三塁側ってベンチ出て、はい、こうやって見上げないと見えないんだよ、はい、ああこうなるわけですね。ベンチ出てよ、うん、立ってよ、うん、3メートルか4メートルぐらい出てからじゃないと見えないんだよ、はい、うん、負けててできる、負けてんのにそうやって見てたら、お前負けてんのにのんびり花火見てんじゃねえよってなるじゃん。そうですね、まだベンチから座ってて見える分だったらいいけど、動かなきゃ見えないって、まあ、わざわざ出てまでっていうな、うん、ってなるじゃん ね、 ますね。だからそれでもすごい俺とか気にするわけよ、はい、勝ってたら、うん、ほっともっと勝ってたら見て、おー花火って見れるけど、はい、負けたら見えないとか、うん、でもそれも窮屈じゃんね。だからその花火とかは、まあ、別に見なくてもいいじゃんね、はい、ってなって、その談笑ぐらいいいじゃんね。そうですね、そこでね、バカ騒ぎして、とかね、はい、みたいな、うん、遊んだりとかよ、はい、帽子投げあったりして、うん、遊んだりしてたら、これはちょっと問題あるよ、はい、でも別に話して、そこでちょっとにこやかになったりとか、うん、リラックスしてるとかは、はい、俺は別に、そんな目くじら立てて、うん、怒るほどじゃ、逆に、試合始まるらしいよ。
みたいな方がテンション上がっていかないですか。上がらんやん、うん、確かに負けてる状況ってあるけど、はい、そこでねいろんなパフォーマンスするのは問題やと思うけど、はい、だって逆に雨天中止になって負けてるチームがヘッドスライディングとかしたらそれはありなの、まあ、でもホームだとしたりしますね。するじゃんね。だからそれはもうお前負けてんのにヘッドスライディングとかしてるんじゃねえよってなんないじゃん。まあ、それってやっぱりファンサービスですからね。そう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 、ポーズ高めやっぱファンサービスなわけですよね、うん、しかもそういうのもリラックスも、うん、試合が続行された時にそのリラックスした気持ちで動けるようにすることの方が大事だから、はい、その日本人的だよね、うん、そういうのってイライラしてんじゃねえよみたいなね、はい、でももちろん選手も今って全然最近打ててないし、うん、久しぶりの一本だしチームも状況良くないしポーズもやりにくいなってもしかしたら内緒思ってるかもしれない、うんうん、やっていいの俺はもう、うん、絶対やった方がいいよって、はい、やり続けた、うん、もうさもう Z 大きく書いたれっていう本人がちょっとやりにくいなと思ってるかもしれないけどでも やったらやってほしい、ね、俺は、うん、やり続けることの方が苦しい時もやり続けることが使命なんやから、はい、でそのね笑うのもずっと打てなかったのに今日1本打ってよっしゃやっと打てたってやって打てん中断で30分でちょっとテンション高いじゃんね、はい、いやー苦しかったけどやっと打てたみたいな、うん、よかったのもはーやっと打てましたよみたいなね、はい、感じでちょっとにこやかになって笑ってんじゃねえよって言われても困るじゃんね、しかもその日もしかしたら猛打賞とか打ってるのに、うん、チームの状況良くないからそれもきついじゃんね、めっちゃ嬉しいのに ね逆にホームランとか打ったりして負けてても、はい、わお前このまま終わったらホームラン幻になんぜみたいな、はい、やばいっすよねってもう言うぐらいいいじゃん、はい、そうですね、それよっぽど関係ないことでさ、昨日のさテレビのドッキリ見たあれやばかったっすよねとかなったらちょっと問題あるけど、はい、それはちょっとあの気がそれすぎなんですね、うん、でも俺はまあそれぐらいいいちゃうかと思うし、はい、それがリラックス効果につながっていければいいしね、うん、まあ、もちろんなんかバカ騒ぎするとか、はい、明らかにふざけすぎとか、うん、それだとそういうのがチームが引き締まってないから問題あるけど、ね、そういうのは見てたら分かるじゃんね、うん、そんなふざけてるとかおいバカ騒ぎしすぎやろっていうのは、でもそういうんじゃなくてただ単に話してる中で、うん、いやはーってなったりするのは、うん、まあ別にそれまで咎められちゃうともう無駄よ、うん、そうですね、ずっといやもうチームの空気さらに重くなりますよ。ダメっしょ、再開されても勝てないでしょ。そうですね。そんなんじゃよし再開だぞ、よしこっから逆転していこうみたいなね、はい、そういうのにも大事だから、まあ、俺はまあそういうのもいいんじゃないのかなと思うし、うん、パフォーマンス もう気兼ねなくやり続けるんだったら、うん、ずっとやり続けてほしいですね、はい、はい、いやこの今回話題になったその中断中の笑いとかも、うん、本当にこうちょっとこう隣の方と喋っててふんふんってなったぐらいでしたもんね、うん、そうそうそう、うん、そういうのだって続いてやって、まあ、睨んでんねんお前ってなっちゃう、ね、気持ちはね、そうそうそう、まあ、沈まずにやっていきたいですよね、うんうん、そうそうそう、うん、もうね結果出るのが一番いいからね、はい、まあ、そうやってあの言いたい人の気持ちも分かるし、うん、応援してんのにっていう気持ちもね、はい、まあ、分かるしそれも間違いじゃないけど、はい、俺はまあそっちの方がいいのかなっていう感じ、うん、私もそう思います感じ、はい、そんな感じです、はいはい、皆さんはどんな感じですか、はい。